数年前、私が京都に行った折、今から彼女が来るからちょっと待っとってくれという周作の言葉で、美和子ちゃんがこの笑顔でやってきてくれました。第一印象、ピュアなお嬢さんだなと思いました。ピュアさといいますか、その純粋さにおいては二人がなんか共感できるものがあるのかなというふうにその時思った次第です。まるっきりタイプは違います。周作は一言で言えば今日は優しくて力持ち、小さい頃からそういう感覚で私を親として接してきましたけども、この年になってもやっぱり気持ちの大きな子だなということで親バカながら嬉しく思っております。It's a promise I'm making to you. Whatever may come, your heart I will choose. Forever I'm yours. Forever I do. I get to love. ゾラ神社の神前で私どもが結婚式を挙げることができましたのは、ひとえに大神様のおかげによりますことを心から感謝申し上げます。これからはご親睦をいただきまして、互いに睦み親しみ愛より愛助けて夫婦の道を守り平和な家庭を営みますことを心でお誓い申し上げます。平成28年3月21日、夫、クリス・周作、妻、美和子。お兄は、まあ、とにかく優しい。私、4人兄弟の一番下なんで、お年玉いつも一番少なくて、ハブ出てないとったら、なんか枕元に5000円置いてくれたんで。覚えてないんですけど、私は結構自慢の話です。私はあんまり親しな気しない方なんですけど、ちょっと怖いな。涙がね。美和子ちゃん、今日はすごく綺麗。